まこなこです。前回関東関八州取ったと言っていいでしょう。北条家に関してはまだ北東側東北方面に拠点構えてますが、まあ、この辺りはもう構わんでも良いのかなと。なのでいよいよ徳川攻め9月になったら行きたいと思います。ここで真田幸村これより関東管領を名乗るとなりました。こうは宇治政は受け入れてくれて、さて運命の秋になりました。報告いたします。豊作でこの先を祝ってくれてるかのようにね。ご命令を。一月だけ待って周囲の動きどうなるか確認しましょう。まず上杉が動き出しましたね。あーびっくりした、こっちに来るかと思った。なんか画面がね関東の方映したから。で今北条家の方に行こうかという話。蒲生家は徳川家、もう徳川はこれ最後戦って終わろうかなとか思ってたんだけど、なんか寂しいなこの最後の敵としては。あ、今徳川家勝った？お、やるね、意地を見せたぞ。じゃあ報告いたします。我々も徳川家に宣戦布告しましょう。表情始めるとしましょう。では宣戦布告しましょうか。徳川家真田の軍略味わうがよい。これで最後見ましょう。ではこのような編成でもう真田家の面々で攻めていこうかと思います。最後徳川との戦いやっていきましょう。己を信じて前へ進め。さて集結して徳川家康対真田幸村戦い見ていきましょう。決戦の行方はわからない。真田の軍略をお見せしようという話になってるが、ここ1万4000対1万4000の互角の兵数で、特に敵は穴のある兵数の武将はいない。全軍突撃やっていきましょうか。これ人将は敵が構えているような状況。これ最初の全軍突撃が果たして良かったのかどうかね。真剣にやるんであれば全軍突撃はすべきではない。だけれどもロマンも込めて真田の軍団で攻め込みましょう。ここは本多忠勝がいますね。一応ね真田とゆかりはあるといえばねゆかりはあるんで。で本多忠勝、いい直政もここにいます。あと酒井忠次、もう榊原さんはすでに打ち取ってますので、榊原さんはいない状況。四天王が揃わずといったところ。今兵数見ると敵の方がまだ上なのでこの辺りどうなるか。あーっと、いい直政の奇襲。どうだ、結構これは敵耐えてるな。もっとあっさりいくかなと思ったんだけれども、誰か一人でも回想させられればと思うんだけれども、ここ強撃受けてるのもちょっと村松殿が危ない状況。戦況もよろしくない。でも一部隊回想で一気に上向くんじゃないかな。もう一部隊も回想できそう。村松さんが危ないけれども、ここで突撃が終了。策のあるものがいる。あ、今これ向こう側か。村松さんは一連卓勝でもいいんだけど、ちょっと逃そう素直に。どうかお気をつけて。でこの後いい直政を、これ相手するのは厄介だな。行くかどうか。策がございます。ここは信行は未来のお父さんにねご挨拶に行きましょう。ここはできれば陣を取りたい。どちらかでもいいので陣に触れてもらいたい。であと一人はここの陣取ってから始めるぞ。命令してくれ。で雪村はやはり狙うは家康の首ただ一つということで、
家康狙いましょう。さあ行こうぜ。こんなところかな。ここら辺も覚悟しろ。陣地を向かわせて正幸も始めるぞ。家康のもとに正々堂々勝負せよ。兵力差はこちらの方が今上回っている状況で、雪村対家康。矢沢さんが回想、これはもうしようがない。うまく家康を取り囲めそうな気配、足止めして、命令してくれ。ちゃんと回り込みましょう。表裏引きをやってもいいけど、先に家康のそばに寄せる。村松さんはここで耐えてもらいたい。陣地取れるか。これ一部隊邪魔してるんだよね。これ取ってからさらに奥へ。始めるぞ。いや、ここは本田忠勝かな。難しいな。結構最後の最後で敵が耐えてる。この選挙ゲージも決して優位ではないので、さて足止め合戦。我が覚悟お見せしよう。今陣地一つ破壊して、一旦引きましょう。なん、村松殿無理だったか。なんとか家康を囲えている。もう少しで正幸もやってくるような状況。突撃したいけれども今じゃない。陣所は破壊できているので、これも引かせましょう一旦。こんなところかな。そしてここで本田忠勝と真田信之のご対面が果たされた。三河武士の意志見るがよい。これ小松姫は出てきてないけど、どこにいるんだろうな。もう蒲生家に捕まったりね、打ち取られたりしている可能性もあるんで、そのあたりが怖いですよね。戦線復帰で家康は完全に囲っている。これは村松殿、いい直政が完全に追いかけている状況になっている。この辺りでなんとか防ぎたい。で信勝と信行で本田忠勝狙いつつ、こちらはこちらでも完全に四方を囲っている。家康さえ階層まで持ってければ。これみんな家康が危ないということで寄ってきてるけど、策のあるものがいるようです。敵の能力を下げるというね、戦法を持ってる人がいないので、ちょっとそのあたりが敵が耐えしのいでしまってる状況になっている。いい直政がようやく方位を解いてくれた。そのまま突っ込ませるかどうか。本田忠勝も強いんだよね。ちょっとここ信行信勝は少し待機で、で雪村これ後ろから強撃。抜ける。ここ抜けてきた。隙を見せてない。うわ、しまった。このまま終われません。まさかの策のある者がいるようです。足止め誰かやって、この策で勝てるはずだぜ。この策で勝てるはずだぜ。足止めもね、あまり効果ないですよね。なんだかんだで敵は逃げていくような状況になるんで。ご命令を始めるぞ。策がございます。こう紙幣で行くか、それとも逃げるか。逃げよう。この辺りの士気回復するのもあってから始めましょう。だがもう少しで回想になって、兵数も200切るというところ。攻めるぞ。一気に追い立てましょう。茶屋による余裕すら与えずに倒し切ります。これ全部こういう感じで行った方がいい感じに行ける。そしてこの方向に対して敵が
信行を逃すために。この策で勝てるはずだぜ。こんな感じで、おごそ、お聞きくだされ。あと少しなんでね、ここだけでも行ってくれれば18とか25 22 15、あと65。あ、戦況で勝ってしまった、しまった、倒したかった。このね、あとわずかっていうところが残念ですよね。語り草にするがよい。できればすっきりと勝ちたかったんで、だが仕方なし。ここら辺初段では間もなく新婦城を取り囲み、一気に持っていけるような気配。北条と上杉家も勝って、覚悟なき者に負けはせぬ。今まで散々ね逆らってきたところは風前の乏しりといったところか。これは神原行って南済ませてから北行きましょう。徳川から交渉の使者ご冗談を。ではここ赤備え対決は外で終わらせてしまいましょう。井伊直政を退け、神原城を取り付けます。朝廷から使者、あーびっくりした、一瞬停戦でもやらされるのかと思ったけどね、そんな要素がなかった。いい直政がここで、お、仲間になりますね、まさかので。全部初段というわけにはいかない。信忠は解放する、他は全部初段。さて草で会おうじゃなくても、いい信忠はいい加減こっち来いと。さて駿府城、勝ちが揺るぎない。いいな、大政があっさりと、もうこちら側で一瞬ね、どちらの立場で言ったのかわからなかったけど、おっと、ここでは誰も捕まえらんない。小山城行きましょう。小山城を包囲をして、ここもあっさり。神妙の覚悟見知ったか。さて秀忠が仲間になりますね。もう親父にはついていけないということで、上田合戦も何度もやって敗れたので、出陣する、抵抗することなくね、真田にね仲間になってくれました。まもなく飯田城に取り付きます。また家康行方がわからない。再度の戦い、上田城にも何度も攻められたんでね、こちらも何度も家康を追い返しましょう。とはいえ、あーっと小松姫、本田忠勝とセットできてるな。でこれはやはりロマンで全軍突撃。ちょっと村松殿が危ないけれども、いい直政もね連れてきたかったですね。この雪村に続け、この赤い旗を一緒に背負ってほしかった。これ向こうが四天王の効果発動したら、もしね敵の方に直政行ったら直政の能力上がってくれないかなとかね考えちゃいますけど。さて襲いかかりましょう。掴みました。まあそこまで大きく減ってはないか。成瀬さんも結構能力あるんで。だが追い返しそうな気配。まだ全部が全部足軽で編成してるわけではないんで、そのあたりがちょっと弱いのかなという気がします。奇襲、ここに本田小松がいます。陣地を守っている。あと一旦、うん、信忠もいい加減こっちに来いと。さてここはそうかそうか、家康を倒せということか。ちょっと信行は本田小松に会いに行きましょう。我が策、
お聞きくだされ。家康全滅まで持っていけという、そういうおぼし召しだと思います。この戦いは下地、この策で出し抜いてくれよ。釈神妙の戦、天下に示そうぞ。騎馬突撃仕掛け、お聞きくだされ。吸収仕掛け、見つぶしてやるぜ。これ雪村重装というね、銃の槍と書いてそうした戦法があるんですが、これ一回も使う機会ないんですよね今のところ。使いたいんだけれども全然効果というか戦法使えますよという状況にならない。さあ行こうぜ。小松姫のところ行こうとしてるけど、なんか逃げていくな、あんな男嫌だみたいな感じで。さて、かかれ。家康の前の陣を壊して家康を守るようになる瀬さんが立ってますけれども、この策で勝てるはずだぜ。我が命に従え。さあ行こうぜ。始めよ。引っかかったな。さて、の居所掴みました。成瀬さんを避けつつ奥へ奥へ家康を追って、策のある者がいるようです。この角度からも追い立てて突き崩せ。いや最後粘るな。これもうちょっとね、あっさりと家康倒し終えるかなと思ったんだけれども、でここで信行と小松姫がご対面、いろいろと将来について話し合っているのでしょう。突き崩せ。これがこんな、あ、成瀬さん、いや倒さんでいいか。これが我が策にございます。家康も完全に守る形で周りの部隊がいるんで、この策で勝てるはずだぜ。ちょいと厄介じゃないか。神妙の戦、天下に示そうぞ。突撃せよ。私の命令。こんな感じで家康を逃さないように確実に囲っていくような。よし、ここで回想、そして全滅。攻め込め。強撃も効いて。策のあるものがいる。さてどうなる？全滅まで持っていけるかどうか。それに全てがかかってる。覚悟しろ。いざ進まん。今は守るぞ。強撃で400今下回り、耐えてみせよ。三河魂がここで発動。あーでも2つの部隊が回想すると戦況デッキに傾いちゃいそうな気がする。そしていい加減重装を使いたいんだけれども全く出る気配なし。使わずに終わってしまうのか。多分でももう戦況で終わってしまうかな。残念ながらあと少しだったけれども、逃れられてしまった。雪村が武、冥府で語り草にするがよい。じゃああとは城を取って終わらせましょう。では最後木曽福島、今到着し包囲し一気に強攻で終わらせましょう。敵が出てきてはないか。覚悟なき者に負けはせぬ。これで徳川家康が真田家によって滅ぼされました。1594年、まあ言うまでもないんですが、家康は当然初段なんですが、本田忠勝と本田小松は関係者扱いで仲間に入れようかなと。で真田信忠も仲間に入れようかなと。まあ他も入れるか。家康だけ初段で、さて罪を償ってもらいましょう。
先に行き後に残るも同じこと、連れて行けぬを別れとぞ思う、もしくは別とぞ思う。これどちらの読み方が正しいか、もしコメントでご存知の方いたら教えていただけたらと思います。別れなのか別なのかね。さてこれにて真田幸村の戦いは終了となります。戻るぞ。